こちらが常設展示室になります。オープンを22日に控えた注目の墨田北斎美術館、気になる内部の様子をいち早くお伝えします。墨田北斎美術館は両国駅の東側、北斎通りから1本中に入ったところにあります。今日は11月22日のオープンを前に、館長の菊田さんにご案内いただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。葛飾北斎は1760年、現在の墨田区亀沢で生まれ、およそ90年間の生涯のほとんどを地域内で過ごしました。生誕の地に建設された北斎美術館は地上4階、地下1階建て。設計は世界的に有名な建築家瀬島和代さんが手掛け、外観には下町の雰囲気を壊さないような工夫が凝らしてあるといいます。この外観のアルミパネル、これは町の景色を柔らかく映し込んで、で町の外観と馴染むように、そんな設計がされています。そしてここからは開館前の展示室の様子を特別にお届けします。4階に到着しましたけども、どういった部屋になっていますか？はい、こちらが常設展示室になります。まず見どころはどういったところになりますか？はい、これが一つの見どころなんですけれども、こちらは牛島神社に掛けられたスサノオノミコと薬人退治の図というものの推定復元の額になります。元の作品は1923年に起きた関東大震災による火事で燃えてなくなりましたが、明治時代の美術雑誌に掲載された1枚の白黒写真から作品の色を分析。1年半の復元作業を経て幻とも言われていた傑作がおよそ100年ぶりによみがえりました。そして展示室を奥に進むと、およそ40点に及ぶ北斎の作品が年代ごとに展示されています。皆さんがよく知っている作品ですと、こちらの神奈川沖波浦であるとか、外風改正であるとか、こういうものは結構有名で、いろいろなところで目にすることができるのではないかと思いますので。また企画展示室では22日から開館記念展北斎の帰還が開かれます。目玉は北斎作品で最大と言われるおよそ7メートルの隅田川両岸景色図鑑。日本国内で公開されるのは初めてだということです。100年ぐらいこちらも海外に流出して行方が分からなかった作品なんですけれども、墨田区の方で取得をしまして、今回初めての公開ということになります。こちらの方で展示をさせていただいて、その先いつこう展示するっていうのは今のところ未定になっております。国内のみならず海外からも注目が集まる葛飾北斎。墨田北斎美術館は今月22日にオープンです。